農町駅は富山県高岡市農町にある西日本旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅である。氷見線と貨物線である新港線の2路線が接続している。1967年当時の農町駅駅舎一面二線の島式ホームを持ち列車交換が可能な地上駅である。校内には多くの側線があり、かつては 金沢鉄道管理局管内において12を争う、コンテナ取扱い量を有していたが、貨物取扱いは中止されているため、設備は使用されていない。駅舎内には、待合室及び券売機がある。また、駅舎とホームの間の連絡には、校内踏切を用いる。北陸広域鉄道部管理の無人駅であり、緑の窓口は開設されていない。 1975年9月6日撮影の東駅周辺航空写真万葉線と交差していた日本相打専用線が当たり駅は日本貨物鉄道の車扱い貨物臨時取扱い駅となっている。また、東駅からは高岡貨物駅に通ずる新港線が分岐している。かつて東駅に接続していた日本相打専用線は万葉線朝日川家停留場を犬の停留場を 平面交差して、高岡工場へと通じていたが、2004年4月1日をもって、休止された。1951年12月15日付、鉄道広報第732号通報、専用線一覧について別表によると、当駅接続の専用線は次の通りであった。1953年10月10日付、鉄道広報第1254号通報専用線、 一覧別表掲載中、当駅接続の専用線は次の通りであった。1967年7月1日現在における、当駅接続の専用線は以下の通りであった。1970年10月1日現在における、当駅接続の専用線は以下の通りであった。1983年4月1日現在における、 当駅接続の専用鉄道及び専用線は以下の通りであった。富山県統計年間と高岡市統計所によると1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。